頑張って文法と語彙と漢字します。いいですか。で、6月に入ってから読解と聴解をします。いいですか。いいです、うん、で、読解と聴解をしないと漢字と語彙と文法いつ使いますか、なかなかわからないと思います。でも、できるだけみんなと一緒に勉強しているしいるので、いつ使いますかは私も説明をします。いいですか。だから、時間が短いので、いつ使うかとか、どんな時使うかは絶対に覚えてください。その代わり、例えば前の形、辞書形ですかとか普通形ですかっていうのはもう書いてあるので、それをもう本当に覚える、もうそれしかないです。で、特に漢字は本当に多くなります。